インドから来た留学生と一緒に大学の図書館で勉強していた。帰りに近所のコンビニに寄ったんだけど、その子はじっと中華まんを見ていた。イン、これ何？私、中華まん。日本の冬のおやつだよ。食べたことがなかったらしく、ピザまんと肉まんを購入してピザまんをあげた。店を出て早速食べてみる。イン、私、ああ、チョイス間違ったかな？イン、私の名前はずるい。私、え？イン、いつもこんな美味しいのを食べてて、はずるい。ものすごい勢いでピザマンを食べる留学生。イン、のは何？私、肉まんだけど豚肉を使用してるから、ダメじゃない？イン、いや、食べたい。絶対食べたい。あまりにもうるさいので、半分分けてあげた。イン、これも美味しい。日本のおやつ美味しい。以来、その子は毎日大学帰りに中華まんを買うようになった。中華まんは冬にしか売らないよと言うと、こんなに美味しいものをどうして冬しか売らないの、信じられないと言われた。大学近辺のコンビニの中華まんは全部制覇して、最近は中華街などのものを食べたいと言っていた。仕事で知り合ったイギリス人の話。日本に赴任してた時はあまり和食が好きそうでもなかった。和食も慣れててよく食べるけど、パスタやカレー、ステーキのが好き、中華料理や焼肉のが好き、ビールはギネスが好きだがハイネケンでもいいや、アサヒとキリンはあんまり。そんで2年日本にいた後、中国に移動したら、あっちで和食ばっか食べてるんだって。彼が言うには、俺は日本の中華料理は好きだが、中国の中華料理の味は合わん。昔からイタリアのパスタもインドのカレーも合わなかったんだとのこと。衛生面も気にして高い店しか行かないから、カレーライスはメニューになくて恋しがってます。